こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、すいません、先日あげたこの渓流流産と分かったら処置をする、それとも待つっていうタイトルの動画を上げたんですけど、それに対しての答えがないじゃないかっていう、すいません、あれすいません、はい、っていうコメントがちょっと複数あったので、渓流流産っていうのをねした時に、自然に待つべきなのか手術をするべきなのかどっちなんだという答えっていう部分、はい、そこをもう一回お話ししたいと思います。頑張らんで適当でチャンネル登録よろしくね。はい、いただいてる質問ね、一つ読みますね。今ちょうど流産の自然排出と手術で悩んでいて、昨日自然排出を選びました。いつぐらいまで待てばいいのか、1ヶ月2ヶ月と待って出てきてくれないこともはあるのかなと疑問と不安がいっぱいです。流産は2回目ですが、1回目は心拍確認した後8週で停止して4日後に手術でした。今回は妊娠発覚した5週あたりから心拍は一度も確認できず流産となりました。今回のお話とても聞き入ってしまいましたが、すいません、タイトルにあるように手術するべきなのか自然排出でもいいのか最終的な答えをお願いします。でもすいませんということでございます。はい、答えはね、だからないね。自然排出を待つっていう方法も一つあるし、で流産の手術を受けるっていう方法もあるし、どっちを選んでもいいよっていうのが答えなんですね。だからこれは価値観の問題であって、このね下の動画と重複するかもしれないんですけど、手術を選ぶっていうのは結局渓流流産っていうのはお腹の中にまだその赤ちゃんはいる状態なんだけど、お腹の中で亡くなっていて、自然な流産、出血とかね、お腹の痛みとかっていうのが始まらずに亡くなった赤ちゃんがそのまま子宮の中にこう留まっているよという状態が渓流流産と言います。でその時に自然の力っていうのはやっぱすごくって、人間っていうのはそのままその赤ちゃんを子宮の中に置いていても必ず自然流産は始まります。それが数日先なのかも、その心拍確認できない、あもうお腹の中で育ってないねっていうことが分かって、数日で出血しだしてお腹が痛くなって自然に排出されるっていう自然流産に移行する場合もあるし、長い場合には1ヶ月2ヶ月先、本当にまあ、2ヶ月以上っていうのは私あんまり聞いたことがないんですけどね。でも長かったら2ヶ月ぐらいですね。その2ヶ月をどんな気持ちで待つかっていうところなんですよ。それが待てるかどうかなんですよ。だからある価値観を持ってる人はそれでも自然に赤ちゃんが出てくるのを待ちたいって、それで一緒になんていうのかな、自然に終わっていくっていうのを一緒に味わいたいんだと。本当に実際ゴロッと出てきますからね、うん、出血と一緒にね、それをこう受け止めたい、最後出てきたその赤ちゃんを、小さな赤ちゃんを抱っこしたいっていう、それをもって自分の気持ちが完結するっていう価値観のママもいるわけね。そういう人は1ヶ月先かもしれない、2ヶ月先になるかもしれない、それ以上は多分ない。その期間待つっていうのも一つの方法なんですよ。やっぱりそれってしんどいよね。今日出血するかもしれん、明日お腹が痛くなるかもしれん、めっちゃいつもの生理よりきつい痛みが来るんかもしれん、出血量も多いんかもしれへん、夜中にその痛みが急に来たら私耐えれるかなとか、不安がいっぱいになってしまって、その1ヶ月2ヶ月、まあもしかしたら数日かもしれないけど、そこがもう気持ち的によう待たんっていう人は、それはそれで一つの価値観だと思うし、みんな性格も違うからね、それはやったらもう早くリセットをかけてしまって、次の妊娠に迎えるように子宮の中を人工的に空にしてあげようということで、まあ病院で手術っていうね処置をするって、子宮の中のいろんな内容物を全部外に出してあげるっていう処置を選ぶというのも一つの方法なわけです。これは正解不正解はないねん。ただね、この下の動画にねちょっと被るかもしれませんけど、産婦人科的には自然に待つことはもちろんできるんだけど、医学的にそれは何も問題ないんだけれども、もしそうした場合にですね、やっぱ産婦人科夜中人少ないもん、病院っていうのはスタッフも少ないし、そんな時に渓流流産ってもう分かってる人が、その昼間やった人がいっぱいいる時に処置ができるわけでしょ。スタッフたくさんいるし手もある、そういうとこで処置した方が病院的にはまあ言うたら都合がいいわけよ。だけど
自然に待ったら夜中に流産始まった、その夜中の人が少ない時に、例えばお産が立て込んでる時に、めっちゃ忙しい時に、緊急帝王切開が入ってる時に、経流流産の人から、出血始まったんで行ってもいいですかって、夜中むちゃくちゃ忙しくて人が足りひん、うわー言うてる時に電話かかってきたら、マジかってなんねん実際。うん、すごい申し訳ないけどなるんです。だからこうなるから、今来られ来てくれていいけど、いいけど、せやけど今もう手ないねんっていう状態の時にね、そうなったらもう本当にわちゃわちゃなるわけです、現場が。だから産婦人科としてはそういうリスクも考えて、経流流産ってもう分かってるんやったら、できるだけ早く人の手がある時に計画的に処置をしましょうっていうようなことをやっぱ進めるんです。ごめんね、これはね、産婦人科の医療現場の都合です。ママの気持ちとかそういうものっていうのは後回しにやっぱなってしまうんですよね。で、女性のママの流産した本人の気持ちっていうのに寄り添ったならば、自然に待ってれば必ず流産は始まるし、自然に待って自然排出したからって言って、それで次の妊娠に何か影響するかって、それはないです。不完全流産って言って、全部がきれいに出ずに一部が残ってしまったりっていうようなことがあった時は、やっぱり処置が必要になるから、結局二度手間やったってことにもなりうる話はあるんやけども、そうならないように自然流産してくれるパターンの方がやっぱ多いと思いますし、これは正解がないんです、答えはないんです、あなたがどう考えるかなんですね。じゃあ今の話聞いたら、なんかその産婦人科にすごい迷惑をかけることになるから、私の気持ちとしては待ちたいけど処置してもらった方がいいんですよね、それも一つの考え方かもしれないけど、一番大切なことは何かなっていうところを考えてもらったらいいと思います。もちろんその産科医療の医療体制っていうところを考えてくれるっていうのも一つのね、あ、もうすいません、ほんまにありがとうっていう話やねんけど、あなたのお腹の中に宿った赤ちゃんやったわけでしょ、あなたの体のことでしょ、あなたの気持ちでしょ、ずっと抱えていくあなた自身の心でしょ、めっちゃ私大切やと思うんですよ。だから産科医療の現場のその都合っていうのはもちろんあるんですけどね、私は同じ自分が経流流産を経験した身としてはね、女性としては流産何回もやりました、私もとしては、夜中にそういうことが起きたとしてもですよ、自分が一番どうしたいかっていう気持ちっていうところに寄り添ってあげるっていうのが一番、その後のこの人生に後悔がなかったり、前を向いて進める選択になるんじゃないかなっていうふうに思っています。もしその夜中にね、出血が起きてお腹が痛くなったからといってね、もう経流流産がその後自然流産排出が始まったということは、その出血が落ち着いてくる、お腹が痛くなってくる、それが落ち着いてくるのをひたすら受け止めて待つだけなんですよ。そんな夜中にそういうことが起きたからってすぐ産婦人科に連絡してすぐ行かなあかん状態ではありません。一晩待って、その外来やってる時間に出血してきました、お腹痛いですって言ってもらって、それから受診してもらうっていうことで全然構わないと思いますしね。そういう状態で病院行っても、結局その出血ちょっと落ち着いてくるまで様子見ようかになるかなるし、で先生によってはもうその状態で来られたから、もうそうやったらもうこのままもう処置してしまおうかって言って、まだ流産中なのに待てばそれで終わるかもしれないのに、また手術っていう処置っていうのを進めてくる産婦人科の病院の先生もいます。慌てなくていい、とにかくね、自然に任せよっていう人はね、自然の成り行き本当に見守っていく、で自分の手にね、トイレでボンって出てしまったりとかっていうこともあるので、気をつけてね、ちゃんと受け止めてあげてくださいよ、出てくる赤ちゃんね、っていうことで前を向いて進めるんであれば、自然排出を待つという方法も選択肢の一つとしてありなんですよ。それを待つのが嫌だと、早く次のこの流産っていうものから次の段階に進んで、早く次の妊活を進めたいっていう気持ちがある人は、早く先にね、自然排出になる前に先にも経流流産、お腹の中の命がちゃんと心臓動いてないよっていうことが分かった段階で、ね、処置をしてもらうっていうのも一つの進む方法なわけですよ。だからあなたの気持ちが一番大切です。人生長いですから、こっから先本当にそういう、で産婦人科の病院の先生からしたら、些細な一人の患者さんの、ね、経流流産なんかいっぱいあるからさ、
うん、単なる渓流流山、一つの渓流流山興味あったねっていうだけの話かもしれへんけど、私たち女性からしたらその一つ一つの事件出来事っていうのはその後の私たちの人生をこう覆されたりとか影響したりっていうぐらいね、やっぱ大きなことになると思います。だからこそ自分自身がやっぱ納得できる方法っていうのを取ってほしいっていうのが私の意見です。あの質問の彼女がもし自然排出を待つっていう選択をしたんであれば、それはそれでね、必ず赤ちゃんは出てきてくれるからね、その日をゆっくりとあの噛み締めながら待ちましょう。赤ちゃんは自分の力で出てきてくれるのよ。それはそれですごい素敵やなって私思います。うん、で2回流産繰り返したんやんな、うん、だからね次の妊娠もすごい不安かなと思うんですけど、私も2回の流産繰り返したことありますのでね、あの2回はね結構あるから、でも3回巻きってないよ、うん、3回目の正直ですよ。あの前向いて進んでほしいなっていうふうに思います。はい、12人目妊娠中助産師した子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。